堀川敦九1937年5月24日から2020年3月28日は、日本のテレビドラマの演出家、プロデューサー並びに、映画監督である、群馬県東郡中野城町出身。妻は、脚本家、ノンフィクション作家の高木凛。故郷周辺、群馬県東郡中野城町赤岩集落。新潟県、長野県と県境を一にする。 中野城町立中野城中学校から群馬県立高崎高等学校に進学。小中学校では第84代内閣総理大臣の小渕恵三と同級生で小渕からいい大学に進むなら高校から東京の高校に通っておいた方がいいと勧められ東京都立と山高等学校に編入しようとしたが結局断念する。高崎高等学校から 東京大学に入学し、文学部に進む。東京大学在学中、砂の投影で、銀南並木文学賞を受賞。東京大学教養学部学誘拐発刊の雑誌、学園に掲載される。東京大学卒業後、TBS に入社。演出家、プロデューサーとして活躍。プロデューサーとしての代表作は、岸辺のアルバム、家庭は問題を抱えていた。 杉村直樹、八草香、中田吉子、国広富幸の4人家族である。その一人一人にスポットを当てながら、話は進んでいく。印象的だったのは、八草香と竹脇無駄の不倫だった。やがて、玉川は決壊し、家族の暮らす岸辺の住宅も流される。だが、河川の氾濫という不幸が、皮肉にも家族が絆を取り戻すきっかけとなる。 災い転じて、福とナスの怠惰。岸辺のアルバムとはそういう TV ドラマだった。題材となった玉川水害は1974年に実際に起こった自然災害である。台風の大雨で東京都狛江市の玉川五岸が崩され多くの住宅が流されていった。この時、図らずも日本の住宅業界にとってはエポックメイキングなことが起こった。 ある構造の住宅だけは、たとえ流されても壊れず、そのままの形を維持しながら、濁流に浮いていた。その後、これらの住宅は、勾配層の厚い指示を受けることになる。通売法や、木質系パネル工法による、小建て住宅だ。ラストの家が流されるシーンには、実際の報道映像が使われていた。ちなみに、木質系パネル工法といえば、三沢ホームが有名だ。 当時、堀川敦孝は40歳だった。大きなテレビ局のプロデューサーとしてはまだ弱敗である。一方、山田大地原作のこのドラマ脚本には当初全く買い手がつかなかった。少なくとも家庭の主婦の不倫など当時の TV ドラマではタブーだったからだ。それを堀川は自分の先見的信念に基づいて採用を決めた。 新人だった国広富幸を起用し、育て上げたのもまた堀川である。1984年芸術編賞新人賞を受賞。その後映画監督に転身し、2001年に千年の恋光る現実物語を監督。TBS を定年退職後、先輩である大山克美が代表を務めるテレビ制作会社カズモに所属していたが、 2006年独立。プロデューサー、監督時代は、竹下恵子、小林香織、蟹役映造、橋爪久を、市原悦子を常連として、頻繁に自作に起用。著書、ずっとドラマを作ってきたでは、その5人との思い出を綴っている。2020年3月28日午後11時45分、肺がんのため、神奈川県湯河原町の自宅で死去。 82歳坊津、晩年を湯河原で過ごす、TBS 時代定年退社後、ありがとうございます。